しまうんですけれども、阪神淡路大震災を経験した時だったそうです。バイクで駆けつけた被災地は道が波打ち、家や電柱が倒れて道を塞いでいました。その中を迅速に移動できるのがバイクです。もしバイカーが助け合って消えるとありがとうございます。